で、そうしますと、その今の現在の沖縄の県のバランスシートというのは同じなわけですよ。その援助金というのが基地使用量に変わるだけで、帳簿は同じなわけですね。で、あと沖縄県という名称を琉球共和国に変えれば、それで、まあ一応国という形態になるわけです。で、まあ細かいところは、まあパスポートだとか、あの通貨とかですね。まあ通貨の場合ですと、あの今ある元を回収して外貨としてストックしまして、でその分の琉球元ですねを印刷しまして、でそれをあの流通させる。元はあのその元でもまあドルでも金に変えてもいいんですが、それはその沖縄の琉球元の、あの裏付けとしてやると。ですから、あとあのちょっとまあ調べた、まあ、詳しくはちょっとねそこまで調べてないんですが、日銀那覇支店の通貨の動きっていうのは沖縄はあの黒字なんですよ。私が調べたところですから、通貨発行してもあの暴落するとか、どっか昔あのどっかアルゼンチンとか人とかちょっと忘れたんですが、通貨暴落して大変なことになったことがあるんですが、それはまずないとあのいうことですね。ですから、まあそれでスタートして、でまあいろんな経済政策、まあゆくゆくは石油のあの国際入札ですね。この石油というのはよくね、あの沖縄にそういう開発する技術はあるかということをよく言われるんですが、これはあの特許みたいなもので、国の利権があれば別に自分であの働かなくてもいいというか、技術はなくても、あのリビアのカダフィ大佐みたいに入札させれば済むことなんですよ。いくらでも石油掘る会社は国際的にありますし、要するに沖縄が独立するかしないかでの問題だけなんです、これは石油というの。で、今あの石油掘るのかなんか日本ではちょっと採算に合わないとか、そういう話もありますが、まああの沖縄の独立っていうのはそれはね何十年後だと思うんで、今すぐ掘り出してボコボコ使われると、独立の頃にはあの空っぽになりますんでね、今は多少あの難しい方がむしろいいんじゃないかという気はしますけども、まあで要するにそのまんま独立論というのは現状からスタートしまして、であのいろんな独自 の, あの国の利権を利用した経済政策で徐々にあの収入を上げまして、でそれとともにあのあ、まあ、その分あの黒字になるわけですから、で援助というか基地使用料の方はこうどんどんあの金額を落とせるわけですよ。でそうしますと日本政府としても沖縄の自立を助けた方が援助金は少なくて済みますから、そうすると両方、まあ、ウィンウィンの関係になるわけですよね。であと軍事基地に関してはあのもう、まあ平和外交ですねとか、あと軍縮とかやってるとかで、まあ総合的にあの徐々に減らしていくと。で正しいですね、まあ、ここがあの他の独立反戦独立派といいますか、あの他の独立論とちょっと違うところなんですが、その琉球独立党というのは昔からあの非武装じゃないんですよ。何らかの形で国防は必要だと考えているわけですね。 ですから、まあ、あのまず沖縄の人たちで軍隊を作るというかね、まあ、規模は、まあ、もちろん最初はあの昔の自衛隊の何て言いますかね、予備隊みたいなそういう感じになるかもしれませんが、そうかですね、まあ、これはもちろん絶対なじゃないですが、かあるいはですね、まあ、国連軍とか多国籍軍みたいなものを駐留してもらうとか、あのまあ信託統治っていうか軍事信託みたいな感じですかね、そういうふうにして、まあまあ、アジアの、まあ、軍事バランスというか、
栄養バランスを、まあ、保とうじゃないかと。まあ、そういうことですね。で、あと、重要なのはですね、ただじゃあ独立すれば万々歳かと。石油も出たら万歳かと。で、これではダメなんですよ。で、なんでダメかというと、また今の日本とか、各地方と同じように、まあ、天下りし放題、不当な見えないところでなんとか手当とかいろんなものがついて、で、まあ、ボーナス、退職金、いろんなものが不当に高く取られると、結局財政というのは潰れて、結局人民の方に、下の方に幸せ来ますからね。ですから独立してもその辺は、まあ、よく考えてやると、まあ、ただ私がまあ、こうなるとなんか単なるその反感というかそういうもの、じゃあ公務員、日本政府の借金が、まあ、770兆、まあ、今だと800兆円ぐらいですかね。で、1人当たり600万円あるわけなんですよ。いや、で、そうしますと3人家族でしたら1800万円払うって負担しないといけないんですよね。で、問題はですね、東京の所得よりも沖縄県民とかの所得っていうのは、まあ、半分ぐらいしかないと言われてるんですけど、ですが所得の低い人は半分負担すればいいかというとそうはならないと思うんですよね。で、今の状態でいくと沖縄の所得の低いところからもう破綻と言いますか、もうすでに出てると思うんですけどね。健康保険も払えないとか、年金も払えないとか、そういう意味でもうすぐもう下が切り捨てというかね、もう、まあ、多分ちょっとよく数字調べてはないんですが、自殺者も出てると思うんですよ。ただまあちゃんと、まあまあ、儲かる人というかの人は問題ないと思うんですが、やっぱり半分以上の人は徐々に苦しくなって、まあ戦前の芋話みたいなね、話が現実に起きる可能性があると思うんですね。で、これね、どういうふうにしてじゃあ借金を払うかと、どうも消費税 20% ぐらいで何十年かでそれをこの日本政府の赤字を吸い上げようというような感じがしますけどね。まあその方法はちょっとわからないんですが、で、この借金から沖縄県民が逃れる方法っていうのは一つだけ、独立して琉球共和国を打ち立てることですね。で、琉球共和国すれば、まあそれは払わなくてもいい、別の国ですから別に消費税 20% する必要もないですし、琉球共和国に日本政府が日本政府の借金を請求するわけではないですから。まあ、そういうことですね。あとですね、まあ、奄美大島に関しては、まあ、やはり琉球の一部として、まあ、捉えた方がいいんじゃないかと、まあ、文化とか歴史とかいろんな総合的なものですね。ですから、まあ、当然今、時事州とかいう話があるわけですが、それはまあ当然まあ、琉球州とか沖縄州とか奄美も進めるべきだと思います。で、まあ、奄美の人たちと、まあ、共同で、まあ、運動しようと、まあ、そういうことですね。すみません、質問よろしいですか。質問、はい。NHK の河野と言いますが、はい、具体的に何人ぐらいの運動員でどんな形で運動をされていかれるのか。今、まあ去年のですね、8月に開始して、まず運動というよりも理論選考といいますかね、どういう方針でいくのかとか、そういう理論的なのを固めるのが先なんで、それで主にインターネットですね、インターネットの、まあ、当然ホームページ作ったりとかで、あといろんな掲示板に独立論を載せたりとか、で反論に対して答えたりとか、まあ、要するにインターネットでの活動はしていたわけなんです。で、
でですね、で、まあ、今、人数は大体10人ぐらいなんですけども、で、まあ、これからですね、街頭活動を、まあ、始めたっていうか、始めるばっかりなんで、まあ、今から協力者を、まあ、集めようと、いうことなんで、今、何十人とかそういう規模じゃ全然ないです。まあ、創造さんみたいなのをね、まあ、羨ましいんですけどもね。街頭活動というのは、いわゆる街宣車のようなものを用意、何台ぐらい用意してる？車はないですね。ちょっとまあ植え込み工事、なんかガーガー用とちょっと逆効果といいますか、うるさいで、まあ、今のところは、まあ、その道端ですね、まあ、ここの、まあ、昨日もちょっと私、一人やったんですけどね、チラシを、まあ、こちらにあるチラシですね、をまずしばらく配るということで、まあこの間は6月23日、鎮魂の日ですね、に活動を開始しまして、まず与那国島に行きまして、まあ、役所の方にも挨拶しまして、でそこからビラ配って、まあ、石垣那覇で来て、やっと、まあ街頭活動といってもしばらくは、まあ、今考えてるのビラですね。で結構ね、効果ありますね、ビラって意外と。まず昨日、実際、自分がちょっと、やらないと感覚つかめないんで、やってみたんですけども、そうですね、こう、高校生でもこうチラシを渡して、やっぱ、マジ読みますね、真面目に。で、独自というのは何、国作ることとか言って、それで、じゃあサッカーも沖縄から出れるんだなとか、いやサッカーどころじゃないですよ、オリンピック全種目沖縄から出るのですよ、ああそうとか言って、なんか面白がって、嬉しがってましたけどね。選挙事務所はどちらに建てるんですか？選挙事務所はどちらに建てるんですか？名刺にありますあざとっていうのがありますけど、一応そちらでやろうかなと思ってるんですよ。あと供託金が戻ってきたらという話ありましたが、はい、基本的には賞賛は難しいとお考えなんですか？まあ正直言ってその辺ギリギリですね。というのはどれだけ支援者が集まるかとかいうのと、まあ、支援者っていうのは直接の本体の方だけじゃなくて、まあ有名人といいますかね、支持人とか支持してくれる人が出るかどうかというのと、まああとはまあちょっとこれは情けないんですが、マスコミ対なんていうかをというのもありますね。結局マスコミが、まあ、こうそういう意見もありますよというのが載せてくれるのと、全然一般の有権者がみたいな、なんか独立の話自体が出てるというのは分からないというのがありますよね。それはまあ正直言ってマスコミに頼るのも情けないんですけども、それはやっぱり正直なところだと思うんですよね。だからその辺はまあ、小さいとか泡沫候補とかそれはいいんですよ、実際そうですから、それはいいんですが、やっぱりそういうふうに主張し沖縄の独立すべきだという主張をしているというのを最低限ちっちゃくてもいいからとにかく載せてほしいというのが、まあ、本音というかね、気持ちなんですよね。10人だと知事選のポスターを全部貼り切れないですよね。それはね、また特別にどこかの団体に応援を呼びかけるとか、本体だけじゃちょっと無理だと思いますね。具体的に今言われてもなんですが、まあ、例えば、まあ、私自身、左翼じゃないんですが、これ見ていただければいいんですが、元ですよ、元左翼で、今はおじさんになってる人たちで、ちょっとボランティアでね、まあ、同窓会みたいな感じで集まってもらって、でそれでやってもらえるかなとか、ですから、まあ、それも最悪。あんまりまあ、山の中っていうのはないでしょうけども、山の中とかそういうところはちょっと無理かもしれませんけど、まあそれはちょっと未知数ですね。頑張ってみますけども。ポスターは作るんですね。作るのは作りますよね、当然ね、はい。先ほど泡沫と思ってもらってもいいと言われたのは、はい、勝つ見込みはないけども、この選挙を通じて独立のこの主張というのを広めたいという、ことが一番の目的だということ。正直に申しますよ、勝つ見込みなくてそれやるの失礼じゃなくていうことは怒られるとは思うんですが、まあ、はっきり言ったらそれは正直なところなんでね、申し上げますが、勝つ見込みがないのをなぜやるかとかい
ていうのをですね、やっぱりそれはそれなりに価値があるんですよ。まずごめんなさい、勝つ見込みがないといってもですね、